こんにちは、沖縄ばばです。ちょっと影になっちゃってますけど、見えますでしょうか？ハートと水玉が描けました。これでレースペーパーのところを除いて、この水色で、色を、背景を全部染めていきます。また、白で、ホワイトで、仕上げもするので、まあ、大雑把というか、まあ、なんていうのかな。大まかでいいですね。こういう風に、この、結構ね、これが、塗る部分が結構多いのでね、大変なんですけど、こういう風にね、見えますでしょうかね。もうちょっと、この、水色で、全体を、塗っていきます。多少ムラになっても気にしないでください。ちょっとホワイトでまた仕上げしますので、そんなに気にしなくても大丈夫です。多少ムラになっても全然大丈夫ですので、気にせずガンガン塗ってってください。まあ、今日は本当にこれだけなので、何もあとはね、特別変わったことはしませんので、とりあえずね、ここを全体に全体ね、くるくる塗りで、ムラにならないように塗るっていうことも、できるんですけど、また、ホワイトを入れてしまうので、多少ムラになっても大丈夫です。あまり、本当に気にしないで背景は、ガンガン塗りましょう。はい。それでは、また、これがこの、水色で全体が塗れたら、今度はホワイトで、仕上げをしていきたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。